皆さんこんにちは。小平でショートといえばリーベルの中へ、よろしくお願いいたします。今日は前回お話しした後ろのシルエットのこだわりについてお話ししていきます。まあ、ざっくり2つポイントがあります。1つが襟足で、2つ目がバックポイントっていうんですね。この部分、この2つのポイントで結構可愛さだったりとか雰囲気とかイメージが変わりますので、お話ししていきます。じゃあまずこちらなんですけど、襟足ですね。襟足、結構長さ、長め、短めによってその人のスタイル構成って結構変わってきます。あと後ろのシルエットとかもやっぱりすごい大事で、ウエイトって言うんですけど、写真載っけます。ウエイトの高い人と低い人とかでも結構すっきり見えたりとか、あと重く見えるんですけど、丸いシルエット出てきて可愛い感じにもできます。写真ちょっとこっちですけど、例えばウエイトを高めにした人って結構すっきり見える、あとかっこよく見えるんですね。大人の女性みたいな感じ。逆に低いと丸いシルエットになるので結構可愛くなるんですね。女の子らしい感じのシルエットになりますので、その差が結構大きいですよね。見え方って全然違ってくれますし。でこの通り、まあざっくり説明したんですけど、ちょっと僕写真結構あるんで、それをちょっと載っけますね。よいしょ。いかがでしたか。その人に合った頭の形、髪質、癖などで、それを見極めて僕基本スタイルをお作りするので、まあ、参考になればと思って載っけさせていただきました。ちょっと今日はこれぐらいになってしまうんですけど、何かピンときたものだったりとか、こうしてみようかなとか思いましたら、ぜひお声かけてください。以上かな。今日はちょっと早いんですけど、これで終わりにしようと思います。このショート可愛いなと思ったらいいね、ちょっとショートに興味あるなと思った人はチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、また。